今日は7時30分から8時まで働いてて試合見れなかったですが、見なくてよかったです。完全に采配ミスだな。今日に限って加藤と岡林の順番変えてるし、また調子よく選手使いまくって残り足3人やん。追いつけても延長戦えんぞ、こんなんじゃ。打たな負けるんだから四球選べるディックでもよかったのでは。この場面で守備要員を代打に送ってる時点で編成ミスなんよ。勝てる試合を打線が足引っ張って負けにする何時ものドラゴンズ。これだけ得点できるチャンスを潰していたら野球の神様も勝たせてくれないよ。なんだよ、無抵抗のまま試合終了じゃねえかよ。広島打線しょぼいけどピッチャーのレベル高くて好きないな。1点取ったら勝てますよって感じ。末期の打ち合い中日がこんな感じだったな。村松にバントさせてなかったらな。小笠原に謝れ。あれだけチャンス作って何点損してんのよっていう。打席で何も考えずに振ってんのかね。自分の役割わかってる？森下、床田、大瀬良、くのりとかならともかくの村先発で完封負けかよ。しかも0対1。ほんと波に乗れんよな。あれだけチャンスで打てんかったら負けに不思議の負けなしになるのは当たり前だわ。まあ小笠原は十分仕事してるからな。得点圏なるとなんでこんな打てないのかな。誰かが無駄な指示出しまくってるか、そもそも能力がないのか。期待持たせて、次はさっぱり打てずに負ける。今年もずっとこんな感じだな。恋だがお疲れ様でした。たまに分かってもいいやろ。笑い。明日もよろしくお願いします。3連勝して3連敗するのがいつものドラゴンズ。連勝した後連勝分1個連敗とか連敗することがよくあったからな。頼むぞ今度は。小笠原、6回1失点の何があかんのですか。広志と、ゼロに抑えましょうよ。松木平、せやせや。中スポ始まった余裕の夏。これフラグじゃねえ。4番のさ。小園頑張ってんぞ。ネオもいい加減爪痕残せや。大野、ネオとか3連敗不可避やんけ。まあ広島打線は1点がやっとだし。大野ネオが7回無失点すれば勝てるだろ。チャンスで1本出れば勝てるだろ。もう広志と、松木平でローテ組め。大野ネオがそんなピッチングできたらすでにローテーションに入ってるんだよな。と壊していたら笑って済むんだが、投手戦だから笑えんのよね。カリステ4番、細川5番の方がいい。監督の独断でコンバートされて荒木が2度見するくらいのピッチングしてたろ。連勝したら速攻で吐き出すのが中日の特徴やからな。小笠原せさえた8敗目。重い事実だな。ヤクルト追加点。西川春樹も21打点あるんだよな。セルフ V やねん W。 お決まりのタイムリー欠乏症。ほんま、打線はみっともない。大役3連勝できたのに得意の広島で落とすのポイント高いわ。敵地だしまあしゃあないけど点は取れよと。第3次暗黒戦の最中、政府から中日動物園に投手を処分しろとの通達が下る。しかし、象の小笠原はそれでも0点に抑える。最後の手段として小笠原に点を与えずがしさせる方法を取る。加藤マウンドに行くと小笠原は点がもらえると思いコーナーをつく、いや緩急をつけるなどのありったけの芸を見せる。加藤は号泣した。小笠原、もういいんだ、もういいんだよ。6回1アウト。小笠原もとうとう力尽きてしまった。実際のところとんでもない譲り合い勝負だったから、それは静止いっちゃ正しい。王のネオで無失点実現するかが一番怪しいが、リチンしのいだ。ハメ様、いつもの点取れない 1-2 ドラで終わり。去年の広島戦で7回2アウトまで投げてただろう。福永のエラーがなければゲッツーで終わってた。翻訳したら泣け、美しい美しさって出たんだけど、どういう意味や。森浦のデータすら頭に入ってないのは正直ヤバいと思った。細川の空振り三振見てるとリーグ最多安打、打率3割打者とは思えないな。でも頭が空っぽだと夢がいっぱい詰め込める。投手が抑えて勝てる試合だったのにもったいないね。打たせようがバントで送ろうが得点圏になったらヘタレになる選手ばかりではどうしようもない。もういいでしょ、お疲れ様でした。
別な視点から考察すると名古屋人にとっては日曜日が勝負やね。ネオ先発で勝てれば今シーズンはもうのんぎる気でしょ。彼らにとっては勝利を祈ってるで。それっきりじゃねえか。もっと活躍しろって言ってんだよ。ある右打者左投手への打率の方が右投手より高い。ある左投手右打者からの被打率の方が左打者より高いみたいな。左に強い右打者と右に強い左投手ってどっちを優先するの？って前から思ったりする。数字オタク的なファンは投手の被打率を優先してみてあーだこうだ言うけども、さすがに対広島がちすぎてるから揺り戻しくるやろ。広島とヤクルトの差は守備力と投手力。中日と広島は両チームとも似たような特徴だから先制されるときつい。広島戦は中日の得点は 1,2 点が多いから先に点数を取られると逆転は難しくなる。広島戦の理想は先制点を取り逃げ切る野球。ともかくって野村は中日キラーなんだよな。広島のシュート P にずっと弱いよね。ネオに期待してるやつと鎌田いるんか。まあ打線弱い広島相手なら抑えれるやろけど。6位だよ笑い。それは正直人によるところが大きいですが、立浪はどちらも見ていませんね。一つ言えることは立浪が監督に向かえてないってこと。打ててるバッターが主に右しかいないし、左は非力なバッターしかいないからね。俺は立浪の前からずっと左のスラッガー候補をドラフトで得れって言ってたけどね。梅津の7回に失点入れてないところにセンスのなさを感じるわ。あの井端がもう何をやってもダメ、野村にタイミングが合わないわって嘆いてたくらいだしな。4474のドラビーキ20248211 31 IDF9 ダーブ9JN0。 不安定な野村に対していつものタイムリー欠乏症。小笠原やったら絶対小園に打たれると思った。広島戦はって勝負になるのに中日ベンチは無能やな。広島の中継ぎは強力やから先制された時点で負けなんやよ。小笠原の試合はこのパターン多い。頭の切れない監督は立浪で十分だから次は知的な監督がいい。1試合活躍なんて誰でもできる。4球団競合のドラ1でその程度の擁護してる時点で終わってるよ。150キロ以上の速球派にも弱いし、変化球投手にも弱いし、初物にも弱いし、手元でボールが動く外人にも弱いぞ。うちの理想の形が広島みたいなチームなんやろな。うちはとことん勝負弱いが、中田も走れなさすぎよな。結局今年もチンなんかな。散々広島に勝ったから少しは負けて解散とな。でもよかっただろ、これで。中日が負けてヤクルトも勝ったから差は縮まった。3年連続最下位になれば立浪の続投は無理だろう。それに負ければこのサイトのコメントが多くなるから。負けたからコメントが増え、勝つと少ない。本当に不思議な現象。それっきりって巨人戦でも戸郷と投げ合って好投してただろ。オープン戦でも最終戦の直前まで一軍にいたし。立浪が先発調整中断させてロングリリーフなんかで上げたせいで先発調整が遅れたんだろ。ただでさえ一軍でベンチウォーマーだったのに降格後の6月は雨で試合が潰れまくってたし。とりあえず板山はいい加減がいそう。旬は過ぎた。57ジュニドラゲ国上2024-08-02-21-51-ID-KH-WYVON0。 完封負け久しぶりの気がするが、1点しか取られてない時に食らうのがジュニドラらしい。しかも相手先発の村なのに。すごい良い勝ち方した後とか波に乗れそうな感じの時にあっさり負ける。いつまで経っても流れに乗れんわな。軍事とアリエル帰ってきてくれねえかな。ネオってたらい回しにされすぎて評価不能よな。シンセもアンチもたらればで語ってる。67市のドラビーキ2024-08-02-21-52-ID-F9DRV9JN0。 ほんとその通りやね。東とかグリフィンとか点が入る気配が全くない。つまんなくて寝て起きたら負けてる。細川が深刻やな。たらればというか今回は2軍で結果を残してるんだから上げるのは妥当でしょ。いつまで打線コロコロ変えてるの。金本阪神みたい。
これ監督変わって戦術変えれば一気に上位に来ると思う。投手は元より打者もそんなに悪くないし。今回の昇格の話じゃないぞ。根負っている選手自体の話。もうね、ああいたんだね、というレベルなんだよ。育成上がりの松木平が活躍している時点で霞んで見える。変えてないよ。タファン煽りバレバレだから恥ずかしいよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。